デランシーストリート、エセックスストリート駅は、ニューヨーク市地下鉄の複合駅であり、BMT ナッソーストリート線と IND6 番外線が、駅舎を共有している。マンハッタンのロワー,ーイーストサイドにある、ウィリアムズバーグ橋西側のデランシーストリート、エセックスストリート交差点に設けられている。以下の運行系統が乗り入れている。線路部分は2階建てになっており、 上層が BMT ナッソーストリート線、下層が IND6 番外線になっている。IND6 番外線ホームの上にメザニンが設けられ、両線の間で乗り換える乗客をさばいている。IND と BMT とはもともと別会社だったため、1948年7月1日まで改札内連絡通路は設けられていなかった。終日営業の出入り口がデランシーストリートの 北側とエセックスストリートの両側に設けられている。BMT ナッソーストリート線エセックスストリート駅は、島式ホーム及び相対式ホームを各一面と三線を有する地下駅である。1913年までは、デランシーストリート直下に位置しながらデランシーストリート駅と呼ばれていた。相対式ホームにウィリアムズバーグ橋方面から来る列車が停車し、他の2線は、 島式ホームを使用する。中央の線路は以前は混雑方向用急行線だったが、現在は平日及び深夜のウィリアムズバーグ橋、経由南行、JZ 系統と週末の M 系統区間列車が使用している。2004年の校内配線見直しで、旧北港観光線は営業運転から外された。それ以降、この北港観光線は2010年まで臨時に、 チェンバーズストリート駅からの点線に使われただけである。1976年から2010年までの間は、東駅からブロードウェイ、ラファイエットストリート駅までのクリスティーストリート連絡線を走行する定期列車はなかった。2010年6月に MK 統が IND6 番街線経由で、ホレストヒルズ -71 番街駅方面へ経路が変更された際に、 平日に限り使用を再開した。2014年には、週末の M 系統が当駅まで延長され、中央線で折り返す。それ以外の時間帯は、JZ 系統が中央線を使用する。IND6 番街線でランシーストリート駅は、相対式ホーム2面2線の駅である。デランシーストリート南側に時間営業の改札があり、通りに出る階段が2本設けられている。 IND6 番街線の上を直行している BMT ナ u ソ s ストリート線との間はホーム上連絡通路を介してつながっている。以前は駅北側のリビングトンストリートと南側のブルームストリートにも改札があり、それぞれに6本ずつ階段があって通りに出ることができたが現在はすべて撤去されている。リビングトンストリート、エセックスストリート交差点南東角の階段だけは 残っているが、物置として使われている。この階段は、エセックスストリート市場の建屋裏にあるのですぐ、見つけることができる。ホーム壁面には、黒で縁取りされた紫のタイル帯が施されている。駅名標は開業当時のもののレプリカが取り付けられている。最近の駅構内修繕工事の管理からは、外れているが、ホームの柱には一本置きに大きな D の名板が、 取り付けられている。2004年に2つのアートワークが設置された。どちらも民兵が制作したもので、ダウンタウン側にシャドークロッシングが、アップタウン側にデランシー・オーチャードが、それぞれ設置された。サブウェイステーション、トロリーターミナル、エセックスストリート駅に関するカテゴリー、デランシーストリート駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。